埼玉新都心、下原形状跡地にある、日の玉不動と女郎地蔵。下原形状は、現在の埼玉県埼玉市大宮区にあった形状。江戸時代、中仙道大宮宿の南方に、在任の処刑場として、下原形状を設置した。現在の吉木町にあたり、現在の埼玉新都心駅の東側一帯に、相当する、当時一面原野であった。 下原形状は、主に、武蔵国の罪人の処刑が行われ、長谷川信武に囚われた、盗賊団の頭目、新党、徳次郎の一族郎党の処刑4月も記録されている。大宮塾には、罪人の親族が罪人と最後の別れを許された橋、涙橋があり、説明板が設置されている。同様の橋は、千住の小塚原形状、 品川の鈴ヶ森形状近辺にもある。跡地周辺に立つ国運式1868年の明治天皇の氷川神社行幸の際に地元から形状廃止の嘆願書が出され廃止に至った。跡地は片倉工業の製紙書として利用された。1992年に工場が廃止されると隣接する大宮総社場跡地の開発である。 埼玉新都心計画の一環として再開発が進んだ。工場跡地周辺は国運指揮などの商業施設が整備され、王子の面影を残すものは形状の供養塔である日の玉不動のみとなっている。ありがとうございます。